でそんな前向きでいられるの。青春に後ろ向きがない以上、終わりはないんだ。死ぬ時に青春もクソもないよ。そんなの死ぬまで信じて強いやつに勝てる保証はないじゃないか。ってのはな、強いやつに勝つことじゃない。自分にとって大切なものを守り抜くことだ。写真を見せてくれ。前に出て。さすがは佐久間さんの息子。次、前出て。前に出てきなさい。分身の術！そんなキモいの切れるかよ。パパが言うように、僕には光る長所があるんだ。そうだ、あんなやつ関係ない。500周できなかったら逆立ちで来い来い、やっかい。腕立てできなかったら指立てに、うっ、体術もダメじゃん。なのになぜ勝負を挑まぬ。そんな、あいつは天才で、僕なんか、お手500周できなかったらカカシ君に勝負を挑む。よく言ったかい。それでこそ我が息子を応援ありがとう。やっぱりダメだ。いける、500周やった。カカシ君と勝負。500、3回、504回。なんか普通に達成しちゃってますけど。そうか、まだカカシ君との勝負ができぬ。冷た。俺が努力したら勝てるわけないじゃない。でも努力だけは負けたくない。あの子がカカシ君か。気になるんだろう、あの子のことが。で、5000周できたら僕はカカシ君に勝負を挑む。頑張れ我が息子よ。行け、走り抜けろ。500周。まだまだ青春が後ろから追いかけてくるぞ。僕は君と勝負、負けない。どうだい、俺と青春をかけた熱い勝負をしないか。体術ならお前に負けない。行くぞ、来い。パン、あいこでしょ。そうそうそう。ガイオ、アカデミー卒業おめでとう。応援ありがとう。
なく大成功。あら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 、おかげさまから猫探しの達人とお褒めの言葉をいただいたぞ。だってあんた何回言っても同じ失敗するじゃないの。もう外すしかないよ。 そればかりよ。任務でもこれまで以上に一生懸命にやりますから、お願いします。どうかどうか。あんな恥ずかしい真似までして、俺はお前の親父さんほどかっこいい忍びはいないと思っている。お前にしてやれることが最後に一つだけ残っている。父さん、これは八幡遁甲、剣術の一つだ。父さんがこの技を、いつの間に。下忍の俺が日々修行し20年かけてやっと得得した唯一の技だ。20年。つまりこれは父として唯一お前に伝える技、そしてお前にとって最も特別な技となる。特別。お前は確かに立派になった。だがこの技を使用するには一つ厳しい条件をつける。自分ルールだ。これじゃ逃げ切れない。そんな、あれって霧の忍び刀七人衆じゃ。おや、かすかだか刃こぼれがありやがる。こいつに血を吸わせて鉄分を再生しなきゃならねえってが。どうする。俺たちじゃあいつらは。なんて、どうにか間に合った。父さん、下忍の父さんがどうしてここに。いいから逃げろ。お前たち、俺が時間を稼ぐ。ヒロト、父さん、相手は町人連中で、しかも忍び方の七人衆だぞ。父さん一人で止められる相手じゃない。俺には指紋八門遁甲の陣がある。でも、それは自分ルールだ。今こそ。